社会人の俺、田中優斗は冴えない営業マンだ。毎月の成績も振るわず、部署でもお荷物扱い。田中、また今月も売り上げゼロか。いつになったら会社に貢献できるんだ？すみません、成果が上がらないならせめて雑用くらい頼むぞ。とりあえず俺の交渉の資料作成を進めとけ。はい。はあ、毎日毎日こんな調子、灰色の日々だよマジで。入社してから俺はずっと落ちこぼれてるけど、こんな社会人になるなんて昔は思わなかったな。よし、これで今日の作業は終わり。さっさと帰ろう。おお、田中、まだ残ってたのか。ちょうどいい、キャバクラに行くから付き合え。え、あ、いや、俺そういうのはちょっと。やんわり断ろうとしたものの、強引に連れてこられてしまった。まあ適当に何杯か飲んでればいいだろう。なんだ、ここまで来といてしけた面すんなって。もっと楽しそうにしろ。なんてったって今日はナンバーワンキャバ嬢を指名してるんだから。失礼します。おお、来た来た。ご指名いただきありがとうございます。刹那です。今日はよろしくお願いします。俺はその声に聞き覚えがあった。彼女の顔を見た俺は驚いた。え、刹那ってひょっとしてあの楠木刹那？どうした、田中、何かあったのか？え、いえ、何でもありません。そうか、ならいいが。間違いない、彼女、楠木刹那と俺は顔見知りの仲だった。向こうは俺に気づいてないみたいだけど、あの時の俺たちからするとまさかリーマンになってるなんて思わないだろうし。数年前、俺は暴走族の総長を務めていた。治安の悪い地元をまとめ上げるために結成したチーム。その時に敵対していたレディースの総長が刹那なのだ。おらおらおら、女だからって舐めてると痛い目見るよ。とてつもなく強い刹那には散々手を焼いたものだ。だが彼女のことは認めていた。それから俺たちはチームを解散し、お互いの噂も聞かなかったけど、まさかこんなとこで再会するなんて。というか綺麗になったなこいつ。どうした、田中、ぼーっとして。あ、さては刹那ちゃんに見とれてるな。あ、いえ、仕事もそれくらい熱心にやれよ。このままじゃ一生お荷物だぞ。ああ、こんなところまで来てけなさなくてもいいのに。今の俺の姿、刹那には見られたくなかったな。刹那ちゃん、こいつ会社で本当にひどいんだよ。そうなんですか？作らせた資料もガタガタでさ、全然仕事もできないし。それは大変ですね。俺をけなすことで刹那に自分の凄さを見せたかったのだろう。上司はその後も意気揚々と俺をけなす言葉を吐き続けた。お前なんならできるんだよって感じ。その時だった。ふざけるな。え？うわー！テーブルを素手で叩き割った。すごい破壊力だ。じゃなくてどうして今そんなことを。刹那ちゃん、どうしたの？お騒がせしてすみません。お客様、そこに虫がいたのでつい退治してしまいました。そうなの？ ありがとう。すみませんが一旦私は失礼いたします。刹那さん、なんかすごく怒ってない？うん、いつもはどんなお客さんにも笑顔で仏の刹那って呼ばれてるくらいなのに、あのお客さんによっぽど腹立つことを言われたのかしら。腹立つこと？あ、あの刹那さん、ひょっとして俺のために怒ってくれたのか。全然見当違いかもしれないけど、もしかばってくれたのならお礼を言わなきゃ。怒る？何言ってんの？私はただ呆れただけ。あんな男に好きかって言われてヘラヘラとこびへつらって。昔のあんたはそんなつまらないやつじゃなかった。え、俺のことを最初から気づいてた？つまらないやつか。そうだよな、不良だった頃の俺とは全然違ってるし。
あの頃はみんなに慕われてたけど、今はからっきしダメダメだ。けど昔の知り合いに指摘されるとやっぱきついな。はあ。それから数日後、いつまでも悩んでたって仕方ない。こういう時は飲んで忘れるに限るな。いらっしゃいませ、カウンター席にご案内します。隣は女の人かて、せつな。うわ、あんたどうしてここに。それは俺のセリフだよ。このお店は私の行きつけなのよ。そうだったのか。世界って意外と狭いよな。本当ね、休みの日まであんたに会いたくなかったのに。だってそうでしょ、あんたのとこライバルだと思ってたのに、こんなふぬけたやつになってるんだもの。ライバルだと思ってくれてたのか。何よ、気づかなかったの。他の男たちと比べてあんたには骨があった。大したやつだなって心の中で一目置いてた。それなのに社会人になって気が抜けちゃったの。そうなのかもしれないな。毎日張り合いがないっていうか。あの頃はバチバチに熱かったから、その気持ちも少しはわかるわ。けど私はキャバ嬢になった今も戦ってる。舞台が変わってもやることは同じ。どうせならてっぺん目指したいじゃない。だからお客さんの好みをメモしたり、美容に励んだり、ナンバーワンを維持するために努力してるのよ。すごいな。そういえば刹那は店の女の子たちにも慕われてる様子だった。本当にあの頃のままだ。あんただってこんなもんじゃないでしょ。それはライバルだった私が一番よく知ってるもの。刹那、今からでも遅くない。本気を見せてみなさいよ。あんたを見込んだ私をがっかりさせないで。そうだな、刹那の言う通りだ。うだうだ迷うのは年取ってからでいい。お前に負けないくらい俺も頑張ってみるよ。少しはあの頃の目に戻ってきたじゃない。翌日から俺は心を入れ替え、朝から晩まで懸命に働き詰めた。今までは外回りなんて労力がかかるのに身入りも少ないから気が重たかったけど、契約を取るためにはできることは全部やらないと。当物件のご契約をどうかお願いいたします。そこまで言うなら仕方ないな。プレゼンもよく練ってあるし、熱意も伝わってくるし。ありがとうございます。君なんか印象変わったね。がむしゃらでいいよ。すごいな最近のあいつ。このまま行けば上位の営業成績だろう。人が変わったみたいだ。あ、いたいた田中。どうしたんだお前、何かコツでもつかんだのか。コツなんてかっこいいものじゃないです。ただ半端はダメだと思ったんです。今にして思えば皆さんにも迷惑かけっぱなしでした。だけどこれからの俺は少しでも取り戻せるよう頑張ろうと思ってます。おお、そうか。そして今期の営業成績1位は田中優斗くんだ。はい。よく頑張ったな。社内のみんなも君の努力は見ていた。これは役職アップも検討しないといけないね。ありがとうございます。その夜、ごめん遅れちゃって。でもどうしたの、ずいぶんいい顔してるじゃない。実は。へえ、営業成績1位に。そうなんだ。あの時の刹那の言葉のおかげで変われたんだ。本当に感謝してる。ありがとう。何言ってるの。あんたならこれくらいは当たり前でしょ。この私が見込んだ男なんだから。それでなんだけど、今日は伝えたいことがあって。刹那はあの時から変わらずずっと戦ってただろ。その姿を見てるうちに惹かれてる自分に気づいたんだ。好きだ刹那、俺と付き合ってほしい。私相手に告白するなんて随分と肝が据わってるじゃない。悪くない気分ね。けど OK するのはもっと結果を出してから。ナンバーワンの私と肩を並べられるくらいになったら付き合ってあげる。わかった、すぐに迎えに来るから待っててくれ。その言葉を受けてから数年の時が経った。ようやく終わった。だいぶ経営も軌道に乗ってきたな。あの後営業として成功し続けた俺は独立して会社経営者になっていた。
最初は休みもないくらいに忙しかったが、最近はようやく一段落つけてきた。あいつの言う結果は出せただろうか。まだこれは第一歩かもしれないけど、スタートラインに立てたことは間違いない。正面切って彼女に会いに来れるようになったのだから。あの、刹那さんを指名で。ご指名ありがとうございます。噂は聞いてるわよ、社長さん。社長になったことバレてる。私のネットワークを舐めないことね。刹那の方こそすごいじゃないか、自分の店を持つなんて。そのために頑張ったんだもの。それで今日は何をしに。え、これ。数年間一生懸命頑張ってきた。全部刹那に認めてほしかったからだ。これからずっとそばにいてほしい。結婚してくれ、刹那。いきなりプロポーズなんて本当にいいの。ああ、半端な気持ちじゃない。一緒に行きたいんだ。素敵じゃない。それでこそ私が好きになった唯一の男ね。高め合える伴侶とともに、俺はこれからの人生を突き進む。